僕の、イメージはその普通ね、政治の話して、なんとかの犯罪とか言ったら、まあ、人道に対する罪だとか、あるいは汚職だとか、そういうものを想像する、もっとそうなんいうかステージの高い犯罪ね。話なわけじゃないですか。だけど、今日僕が集めたものは、維新らしい犯罪って何かっていうか、ステージの低い犯罪なんです。喧嘩とか、ひき逃げとか、